本当にラウって何者なの？忙しいから。ごめん。私が初めて、インドネシアに来たのは2011年の12月なんですけど、そもそも初めて来たインドネシアがアチェでした。なので私にとってずっと長らくインドネシアというとアチェというイメージが ありました。それは初めて行った時には日本の京都大学 と現地のアチェのシアカラ大学の共同開催の津波と防災に関するシンポジウム その記録撮影のために。waktu itu saya banyak melihat film-film dokumenter di Aceh, terutama ketika tsunami dan pasca tsunami. Jadi seolah-olah saya benar-benar melihat di sana dan bagaimana kira-kira keadaan di sana saat itu gitu. で、少しでもインドネシアリアルなインドネシア人の雰囲気をつかむために、自分のヘアスタイルもそのインドネシアの、スタイリストさんに切ってもらったりだとか。ラウの存在が人間なのか何なのか未だに分かりません。なので準備をするときにとにかくその、監督とのコミュニケーションを大切に始め、ずっと最初から最後まで、であとは毎日自分のシーンがあるときにその現場に行くときにもともとこういう姿勢がこういう姿勢だとしたら監督に背筋が良すぎる、姿勢が良すぎるからこうやってくださいっつってちょっと猫背って言うのインドネシア語に猫背、まずそれが一番最初にやることでした。Setiap karakter punya perjalanannya sendiri-sendiri, punya pencarian identitas masing-masing, karena tidak ada arahan yang baku gitu atau yang pakem dari sutradara ataupun dari filmmaker secara keseluruhan menurut saya. Jadi memang setiap penonton punya ruang untuk bisa menginterpretasikan film ini。その上で、ラウというのはやはり自分にとっては自然そのものの象徴であるし、あるいはその本当に脚本を書き始めた時に考えていたのはシンプルに津波そのものであるというふうに思っていて、なので今回の映画はその津波であるラウがやってきて去っていくまでの物語であるというふうに考えていました。実際それで全員が助けられて無事にその撮影を終えられたっていうことが、奇跡的だけど、でも結婚式とか運動会とかインドネシアで生活してると日常にあるものだから、なんか そういう、奇跡を含めたインドネシアの日常に日本側のみんなが近づけたっていう感じなのですかね。そうですね、僕が興味深かったのは日本にはないのでちょっとある種感動したんですけど、お祈りの時間のに流れるアザーンっていうか、アザーンがすごく興味深かったです。で、朝になったらアザーンとともに目が覚めて、で、お昼になったらその僕たちは休憩したりとかして、なんかそういうリズムができていて、なおかつとても心地よいメロディーだなと思ってました。ある日はその昼休憩の時間にみんなご飯が食べ終わった後、インドネシアのスタッフの人が一人が歌を歌い始めたら、それに合わせてみんなが歌ってセカルさんなんか踊り始めたりもしたりして、で、それでみんながインドネシアのクルーが合唱になるから日本人クルーを負けじと歌を歌ったりとか、そういう時間がある日ありました。で、これは本当に日本の撮影だともう考えられないような時間なので、非常になんかいい時間だなと、幸せな時間だなと思いました。Mantap. Mantap. Terus selain itu yang saya respect juga, yang saya bisa pelajari juga dari produksi film ini adalah saat itu ketika misalnya dari pagi gitu atau ketika selesai gitu, kultur greetings ala Jepang menurut saya sangat khas ya gitu. Jadi setiap pagi bilang ohayou gozaimasu gitu. Terus setiap selesai gitu perharinya kita
mengucapkan otsukare sumedesta gitu. Jadi dan diikuti juga dengan gestur. でした。インドネシア語を話すのもそうですし、インドネシア人役っていうのも、とてもチャレンジングでしたし、とっても楽しかったです。そうですね。まあいろいろありましたけど、一言で言うと、人間じゃない役を演じることですね。ini tantangan sekaligus apa ya hal yang membuat saya excited gitu untuk bergabung di film ini, yaitu memerankan seorang perempuan Aceh gitu.Yang kultur identitasnya berbeda dengan kehidupan saya sehari-hari gitu. Jadi walaupun sama-sama Indonesia, tapi Indonesia yang beragam ini kan punya kekhasan masing-masing gitu. Nama Daud ってどうかな？つまり、その私が何かこういうことを感じてほしいというメッセージを映画に込めるのではなく、その見た人、それ見る人それぞれの個性やその性格やその生き方。によって見え方が変わるものにしたい、その人の姿が見えるような映画にしたいと思っています。ラウ？マンフロムザシー2になるか全く別の映画になるかはちょっとまだ未定ですけど。音楽の方で来月ニューアルバムをリリースします。で、まあもちろんインドネシアでも配信などで iTunes とかそういうので聴ける形になります。History in the making。That's the名前です。Ada film lagi. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Ini sedang persiapan. 宇宙人って言われても納得しちゃうかも。ラウが子供を殺したって言ってる。水に引き込んだって。そろそろ帰らないと。